はい、こんにちは、松崎です。精神診療プラチナマニュアルの松崎です。今日はですね、私自身精神医学について精神科医として YouTube 活動を続けてますが、まあこういったものっていうのは私だけじゃなく皆さん他の YouTube チャンネルとかもきっとご存知ですよね。という中で精神医学分野もしくは臨床心理などの分野、メンタル系のことについて医療従事者が発信する上でどういったことに気をつけなければならないのか、どうあるべきなのかみたいなことについて我々っていうのはメンタル系医療従事者 YouTuber の会なんて通称で呼んでますが、まあ、正式名称をね最近ちょっと変えていて精神心理領域医療系動画配信研究会という医療系精神科領域の医療系 YouTuber が集まってどうあるべきだろうかみたいなことを話し合っております。まあ、最近指針を我々なりに作ってバージョン1を、まあ、1.1 ぐらいにしたところでその内容を紹介したいと思います。今日の動画ね、受けるような動画ではないんですよ。でも視聴者の皆さんもコメント欄にいただきたいし、そしてこれからもちょこちょことたまにこういったものを配信したいと思ってます。というわけで早速参りましょうか。本格的な精神学、まあ決まりだからいいや。本格的な精神学を分かりやすく解説いたしましょう。でも精神学じゃねえな。精神心理領域の医療情報の動画を用いた発信についてあるべき内容の指針バージョン 1.1 でございます。精神心理領域医療系動画配信研究会が作成したもので、まあ、精神科医、心療内科医、公認心理師、まあ、心理学の教育者など、まあ、この手の YouTuber について詳しい人だったら、あの人のことかなって思いついてるはずのグループの中で話し合ったものです。学術的根拠のある内容を基本に置くべきだと思っています。それは個人的な感想だけで語るべきものではない。もちろん個人的な感想とかも加えてもいいんでしょう。個人的な臨床経験とかを加えてもいいんでしょうけども、主軸はやっぱり学術的根拠。論文が、ガイドラインが、もしくは教科書的な内容が、なんかそういうある程度信頼できるものに基づいているのを基本としたい。そして他者に不利益が生じる可能性に配慮しなきゃいけないし、著作権、商標権、肖像権など他者の権利に配慮した内容であるべき。これはもう YouTuber として。さらにプライバシー保護に配慮した内容。これは医療系の YouTuber としては特に気をつけなきゃいけないところで、もし個人的な情報を扱うとしたらどうすべきか。本人の同意を取得し、個人を特定できないように配慮した上で扱い、本人が同意を撤回した際に、直ちに該当する動画を削除または編集することができる体制でね、ちゃんと保てるでしょうか。あまりうかつに症例を扱うべきではないと思っています。本人の同意を得るっていうのも、どういった内容、治療なのか、診断面なのか、病歴なのか、それ以外なのかっていう、何を YouTube で扱っていいかも、ちゃんと話し合うべき。とされてます。あとは世界的な影響に配慮した内容。まあ、世界といっても、ま、どっちかというと日本国内ではあるけども。あとはインターネットの公共性に配慮した内容。一度挙げたが最後、ずっと続きうる。ということには注意しなきゃいけない。あとは関連法令を遵守した内容であること。これ、少しずつ我々も学んでって付け足していかなきゃいけないと思っています。医師法だとか、まあ、看護師だとか医療関係者それぞれの法律っていうものも関係してくるし、あとは一つ挙げたのは薬機法、医薬品や医療機器として認められてない特定の商品の効能効果を謳うことは避けるべき。あのサプリメントについて、これ飲んだらこんな風に効きました、特定のサプリを特に推奨するようなものは、これはねやばいんです。案件とかで来ることあるけども、うかつに乗るとやばいんです。枕これ使うと眠れるとかも実はやばいかもしれない。あとは犯罪行為を誘発、助長しない内容であること、当たり前のようで、ちょっと気をつけなきゃいけないことがあるかもしれない。あと、公序良俗に反しない内容。まあ、YouTuber として当然。あとは人種、思想、心情等の差別を助長しない内容。これ、結構気をつけなきゃいけない話。あとは特定の個人、企業、団体等を誹謗中傷したり、名誉や信用を傷つけたりしない内容。なんか、物申す系 YouTuber でバンバン、なんか有名 YouTuber に絡んでって、もう炎上情報とかいうのは、医療者はすべきではないでしょう。個人的見解だけに基づく批判ではない内容。これも似たような話ですね。メディアが自殺関連報道で注意すべき点っていうのがありまして、それに配慮した内容であるべきとされています。厚労省から
まあ、自殺対策を推進するためにメディア関係者に知ってもらいたい基礎知識、特にテレビとか新聞とかね、に対して求めているものがあって、それの要点をピックアップしています。センセーショナルな表現を避ける。あとは自殺をよくある普通のことだとか、前向きな問題解決の一つみたいに扱うことを避ける。あとは手段、場所などについて具体的な表現を避ける。など、視聴者への影響に配慮した内容であるべきとされていて、有名人の自殺に関連したネタっていうのは、これ、扱えば視聴回数とか稼ぎやすいんだけど、それをすべきではない。するとしてもかなり、これらのことについて配慮すべきというもの。我々もテレビなどにはまだまだ到底かなわないけども、一つのメディアであることを意識すべきです。あとは、精神障害者への偏見を強めない、その解消への貢献に配慮した内容であるべきだと思われます。著名人につき診察せずに精神医学的診断を下す行為の問題に配慮した内容。アメリカ精神医学会では、ゴールドウォータールールと通称呼ばれているものがありまして、これ引用元下に書いてあるけども、それには配慮すべき。まあ私もね、ちょっと微妙なものを出してたりもするんだけど、診察もしてない著名人につき言うべきではない。診察したからといって結局守秘義務があるからそう話すべきではない。その辺は慎重に扱うべき。セールスマーケティングに該当しない内容もし言うんだったらきちんと案件ですと言うべきでしょう。というわけで、まだこの指針は我々のグループ、この研究会で話し合ってとりあえずバージョン 1.1 を作ったところです。法律家とかの意見も聞きたいし、精神障害者の当事者としての意見もコメント欄に寄せていただきたいし、あとは一般人としての意見も寄せていただきたいし、あとは様々な立場の医療者のコメントもいただきたい。そういったものを、まあ、全てをこう汲み取ることはできないけども、いろいろ参考にしながら意見を聞きながら作り上げていく。例えば研究なんかをするときに倫理委員会とかでもいろんな立場からみたいなのが求められる。それに準じた体制でしっかりやっていきたい。いずれは学会等にも提言していきたいなぐらいに思っております。まあ面白い内容じゃなかったかもしれない。にしても一緒に考えてくれると嬉しいな。 YouTube を見る側の皆さんの意見も聞きたいです。あ、 YouTuber の意見もね。というわけで、まあ、ここで精神診療プラチナマニュアルをあげる理由はあんまないけど、まああげちゃった。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。